将の猛追もあと一歩及ばず、劉備は高陵に逃れた。その後曹操は赤壁で劉備と孫権に大敗し、覇道の歩みを停滞させる。その間に劉備は益州を得て、天下は李、呉、蜀による並立時代を迎えた。時を同じくして暗い人心を極めた曹操が兵位を狙っているとの噂が世を騒がす。さらにそんな内憂に合わせるかのように孫権が合肥へと攻めてきた。夏侯惇は外観を畳むと戦場へ馬を走らせた。夏侯惇殿、殿の真意をご存知か。うん、禅城の噂か。さよう。そもそも禅城自体殿のお考えによるものなのか。さあな、付き合いの長い俺でさえ奴の考えは見えんことが多い。しかし禅城を受けようと受けまいと、おそらく奴は変わるまい。ならば俺たちも変わらず将として務めを果たすまで。じき敵も本体をぶつけてこよう。お前も抜かるなよ。さすが殿と共に歩んでこられたお方だ。
将加藤健丈が討ち取った。敵の増援部隊が向かってきているとのこと。見事な戦ぶり、拙者喝を入れられた思いでもある。この拠点加藤健丈が制したぞ。見事ですな。我らも武を示さねば。
将加藤健丈が討ち取った。敵将加藤健丈が討ち取った。